皆さんこんにちは、銀河の小池です。こんにちは。こんにちは。今日は雨ですね。雨降ってます。はい、涼しい、涼しいです今日はね。はい、はい、蒸してます。またもう博士楽しみにしてますよ今日はですね。はい、どうしても、うん、スイング中に、まあ、ダフリトップ、まあ、ダフリトップでもいろんな原因やってきたんですけど、うん、で、まあ、一番の原因は、うん、やはりキャストが先か、うん、体が伸びるかの先か、はい、まあ、伸びたらキャストしなきゃいけないし、うん、やっぱりキャストをしてきたら伸びなきゃいけないし、はいはい、どっちが先か分かんないですけど、うん、皆さん癖がほとんど一緒です、うん、はい、でじゃあ頭の位置を変えないで、うん、インパクトを迎えてくださいって、これができればもうそれは、ね、それに越したことはないですけど、 そうだね、そのためにはいろんなことが守らなきゃいけないことがある、うん、あるじゃないですか。例えば頭の位置変えないで打ったら少しハンドファーストに当たるとか、うんうん、それとか腰がちゃんと先行して回ってるか、はい、回ってなかったらやっぱりクラブ来ちゃう、うん、でそれのできてない、うん、その原因の共通点を今日は、はい、教えたいと思います、はい、それとその、共通点をこの一箇所守るだけでだいぶ、まあ、僕の生徒さんたちもだいぶできますよ、できました、はい、っていうその一番これが治ったというか効いたそのポイントを、はい、今日はご紹介したいと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします、はい、今日もねすっげー華やかな。あ、今日は皆さん、あのこれはあれですよ、ニコちゃんマークついてる。当然フェアリーのね、ニコちゃんで。いいですよね。ちょっとね、全然スネさんね、3XL を作ってくれないですね。それか俺が痩せるかだよ、はい、で、はい、インパクトの瞬間、うん、何が怖いってやっぱり地面なんですよ、みんな。そうだよね。そう、 このね、マットだったら例えば、うん、この辺打ったって、うん、またすっごいダフ、今20センチぐらい手前打ったけど、確かに飛んでるじゃないですか、うん、これ芝だったらどうなるかというと、ここの芝がめくれて、うん、めくれた芝がボールにかぶさって終わりです。そうだね、はい、飛んでもさ10ヤードぐらいだね。そう、パラパラパラって。でそれと、まあ、グリーンがすぐそこまで来てて、うん、今度は一番怖いのはトップ。トップ、トップすると確かにこれはもうグリーンはるかにオーバーして、奥の OB 行っちゃいましただね、はい、そういうことですね。なのでやっぱりダフリートトップが怖いから、うん、頭が上がります、はい、でこれはもう何回もいろんなことで言ったんですけど、うん、まあ、もちろん前傾を保って打てれば最高にいいです、うんうん、で腰も前出なければいいです、はいはい、じゃあ前出ないでってレッスンすると大体こうなります。あ、まあ、止まっちゃう。これでもいいと思うんですけどね、うん、ただやっぱり距離が出なくなってしまうので、うん、しっかり、うん、やっぱり下半身のこの間やりましたフォースじゃないですけど、うん、力を使って飛ばしてほしいです、うん、でじゃあクラブが、あ、前傾が狂わないでインパクトを迎えるためには、うん、この間言いましたね、頭が動いちゃうわけではない、うん、はい、こう前傾角度が浮いてしまうから頭が浮いちゃう。頭が単独で浮く人は誰もいないので、うん、ってことはボール見るのじゃなかなか難しいですね、うん、余計怖いですボール見て、うん、どっちかしたらボールなんかあんま見なくてもいいです、うんうん、少しルックアップしてもいいです、こういうふうに、はいはいはい、で僕は、うん、ダフリトップ少ないんですよ、うん、ショートゲームは小立にはもう全然こんなに差があるぐらいできなくて、うんうん、ただパンオン率が高いっていうのはやっぱアイアンとかで、うん、やっぱり綺麗に入ってくる、うん、でそれが、うん、まあ、自分の自慢できるところなんですけど、はい、ドライバーが回らないところとか、うん、そうすると僕は自分でそうしたわけじゃないんだけど、うん、曲がらない原因って一つあるなと思ったのは、うん、この間のカタリストとかもやったりとか、はいはい、まあ、小立なんかと比べると、うん、やっぱり飛ばし屋のバーティカルが強い人って、うん、足がすごい使えます、うん、例えば踏んだりとか右足の蹴りが強かったりとか、うん、で小立もやっぱりバーティカルも強いし右の足の蹴りも強かったじゃん。バーティカルだけ強かったね。強かった。だけど、大したことないんだけど、それってやっぱり、うん、そういうフォースが強ければ強いほど、うん、やっぱり一瞬でこう力が入ってくるから、うん、あのやっぱブレが難しくない？そう、難しくなるよね、うん、
で一瞬でやっぱりその力を使うっていうのは、うん、どっかにこう一瞬で力が入るということなので、うん、できれば、まあ、アマチュアの皆さんには女子プロ風じゃないけど、うん、大きく上げてこういうふうに振っていきたい。そうだよね。そうだけど、うん、やっぱり男性って力あるじゃないですか、うん、だから力入れないぞと思ってもボールを目にした前にしたらこう力入って、うん、特に腕でやるよね、はい、うん、なので今日は一瞬の力を使わないで、うん、なおかつ原因的にはやっぱり腰が前出たりとか、うん、腰が変な動きをしたりとか、うんうん、した時に失敗するんで、はい、うん、腰をこの構えた場所で、うん、高さでほぼしかもかつベルトをなるべく平らに地面と回す、うん、はいはい、これはもっと下に掘り下げてもらえば分かると思うんですけど、うん、ここはまあ僕の特徴なんですけど足があまり切り返しからこう上がらないんですよ。なるほどね、はい、うん、でもやっぱりあの代表的な人で言ったら、まあ、マキロイとかもタイガー・ウッズも、まあ、小立もそうだし、うん、飛ばし屋のバーティカル強い人ってやっぱりすごいこれ使う、なるね、でもアマチュアの人でこれすごい使ってる人で、うん、こんなになってる人あんま見たことない、待てる人はいない ね上半身が、うん、はい、でそれってすごい流れのやっぱり鍛錬があって、うん、例えば背中のペルビスとかこの辺の股関節からの、うん、はい、こう柔らかく使って背中をこの間言った丸めてあげる、うん、でこれもまああれで治った人はいいんですけどなかなか難しいです、うん、やっぱりこっからこの状態ってなかなか難しいんで、はい、で右足を単純に言うと僕はバンキング、あ、バンキングそう、はい、バンキングをちょっと説明してください、はい、要するにあの土手じゃないですけど、うん、あの競輪とかでこう走りやすいように斜めになってるじゃないですか、あ、バンクね、バンクです、バンクで、こういうバンキングがこうついてる状態で足を回すことをこれバンキングって言うんですけど、だからバンキングなんだ、バンク、そうそうそう、この斜めの、はい、でこれはバンキングって言うんですけど、はい、これをちょっと違うのは、うん、ベタ足の話もしてたじゃないですか、うん、でもこれベタ足とまたバンキングってちょっと違うんですよ。あ、そうね、ベタ足っていうのはもちろんベタ足でも前傾の角度は狂わないで、うん、こう振れますけど、はいはい、うん、こう振れますけど、これだと足を踏んでるだけで、うん、バンキングっていうのは、まあ、今の PGA の選手でも結構使ってる人多いです、うん、多いですね、はい、でベタ足ってほとんどいなくて、ベタ足じゃなくてバンキング使ってるんです、うん、でバンキングってのはさっき言ったように斜めのこのバンキングを作ってあげる、うん、でこの状態って足の全部内側に地面と接地こうされるところがこうあるわけです、はい、内側の側面の内側です、側面です、うん、でこれを詳しく言うと、うん、この間の、3つのフォース、うん、やりました、語りました、で、はい、その時にの足のセンターボリあのプレッシャーですね、はい、プレッシャーがどこにあるか、うん、例えばこの間言ったので言うとつま先にかかってかかとにかかってたらこれは、うん、ダイナミックエイミングって本当のエイミング方向はクローズだと思います、はい、うん、足がまっすぐでもクローズになってる、うん、でその辺の動きをこの間のまあ見てもらうと分かるんですけど、うん、バックスイング行ってトップ行った時って当然だけどここでかかとに乗ってる人ほとんどいなくてつま先に、そうですね、そうですね、でそうすると、はい、この時につま先に行ったのにまこっちのつま先にいたらどうなるかというと、うん、倒れます、確かに、はい、確かに、じゃあ倒れないようにどうしたらいいかというと、うん、伸び上がれば、そしたらつま先いられます、うん、でもほとんどのプロとかアマチュアの上手い人は、うん、左がつま先行った分はかかとに逃げているので、うん、センターオプレッシャーというのは、うん、この真ん中はずれないです、ずれない、そう、ま、つま先行ったらやっぱりセンターオプレッシャーは前だよね、そうだね、で前行っても倒れなければいいのがこうやって浮き上がれる、うん、それじゃないか、それで帳尻合わせて、そう、合わせちゃダメです、まあかかとにこう行っちゃうと今度は後ろ倒れちゃうけど、うん、起き上がればまた倒れる、うん、だから起き上がることによってバランスを保とうという人が多いです、うん、普段こうやってても踏ん張ってればいいけど倒れそうになった時ってヒュッてこうやったりとか、確かにこっち倒れそうになった時またこう、確かに体の状態でバランス取るじゃないですか、うん、ね、今のバンキングの話、テイクバックした時って、うん、詳しく言うと、うん、
母子球母子球で立ってたものが、うん、左が母子球っていうかつま先の方が来たら、うん、右はかかとの内側あたりに来ます、うんうん、でこれは小立のもそうでしたね、うん、この靴の状態によっても違うんですけど右のかかとに来ます、うん、で詳しく言うとこのかかとに乗ったものが、はい、しばらくは、うん、この状態まではほぼダイナミックエイミング右向いてます。変わらない、はい、変わらないです。これは何でかというとクラブをインサイドから下ろしやすくする、うん、体の向きが、うん、だから早くこうなってしまうと、うん、やっぱりカットの原因になってしまうんですね、はいはい、そうすると起き上がったりするので、うん、なるべくまだかかとの内側にいるときに切り返してほしいです、うんうんうん、でその後にすごい細かく言いますよ。このかかとから徐々にダウンスイングで前にゆっくり接地面積を前に持ってます。極端なこと言うとこういう状態になってるじゃないですか。これを、はい、からはい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 こうやっていくんです、うんうんうん、でこの時にやっぱりちょっと靴がねもう壊れてきちゃった。このまま内側に来た時に、うん、じゃあどこでなるか、こっから降りてくる時に、うん、すごいこの接地面積が重要なポイントってこの膝なんですよ。膝。なるほど。前も言ったけど、うん、バックスイングした時に、うん、母子球よりも膝の中心が右に行ってる人もアウトです。あ、これもう、うん、あのスウェーってやつですかね。そう、スウェーです、うん、あの体重が左に持ってこれなくなっちゃって、はい、よーいどんどんってこうなっちゃう。力もたまんないし、はい、そうです。そしたら、うん、この膝が内側にあって、うん、この時って実は膝がちょっと引けてるんですよ。あ、はいはい、で現代的には昔は膝曲げるあの伸ばせましたけど、うん、積極的に伸ばしてる子いっぱいいるじゃないですか、うん、プロでも。でこれは伸ばせば伸ばすほどどうなるかというと、うん、なんとなくかかとに来るんですよ、うん、あ、伸ばせば伸ばすほど、そうこうやって、はいはいはい、ただこれもねもういろんなプレイヤーがFIJIにいるんで、うん、これなんていうんだっけな、2点で、うん、抑えてるプロが最近多いっす。あ、そうですね、膝もやっぱり、うん、土踏まずがあるんで、うん、その関係でかかととつま先と両方でこうやってます、うん、ただ設置はしてるから片リストで見ても少し青くなってるんだけど、うん、ちょっと赤っぽくなってるのはかかとなんで、あ、当然ね、配分はね、はい、かかとになります。でそこから膝がまず、うん、絶対にこういう動きするんです、うんうんうん、で真上から見た時に分かるんですけど膝が前行く感じはないんですよね、うんうん、このまま膝が前出ないでここよりもね母子球より、うん、出ないでこう回転してる、はいはいはい、でこれよりも膝が前出たら、うん、かかとがやっぱり上がっちゃうんですよね、うんうん、だからかかとが上がる人って膝が結構前出てる人と、確かに確かに、でもさっき言ったようにタイガーとか膝がこう来てとしても、うん、ほとんど前出てないんですよ。だからバランス的にはここからずれてないんです。そうなんだよね、こうじゃないんです、お尻がね後ろだから、こうなってるわけ、そうそうそう、はい、だから切り替えするときに注意してほしいのは右足の膝の位置です、うん、でなるべくこれも内旋します、はい、足がこうねじるようにしてこないとバンキングうまくこう使えてこないです、うん、ただ単に押すだけじゃないんだね、押すだけじゃないです、うん、これをねじれながらベタ足でもなければ、うん、ただこうに浮いてもダメです。でこれは必ずねじれイメージは螺旋状に足首からずっとこうコイル状にこうなってると思ってこう回していってください、うん、そうすると母子球から今度は親指の方に入ってきます。で親指に入ってきた時に初めて今度は人差し指と中指がこういう動き始めます。おすごい細かく言うとちょっと噛む、そうだから切り返しからグッてあんまりやってる感じじゃないです、あ、はいはい、どっちかというとまだかかとに重心があって真ん中が土踏まず来て、うん、親指にこれかかった時に初めて今度は人差し指と中指がグッて力が入ってます、うん、でこの順番を間違えないようにしないと、うん、親指、人差し指、中指ってこう入れないと内旋できないです、うんうん、あ、それさ面白い、感覚的にね、家で裸足でできるね、できるできる、ね、自分で確認してみてください、うん、絶対に親指からこういうふうに入ってくる、はいはいはい、でこの順番が例えば膝が前出る人なんかは中指から先にいっちゃう、こうにいっちゃう人なんかは膝が前で、ピアノで言うとミからやっちゃダメだね、
ドレミファソではないと。ピアノやってたんだ。やってましたよ、6年間はい。で、中指から行っちゃったら膝が出前出てくるし、ミはダメだ。例えばさっき言った膝が母指球を超える人なんかは小指からここに力入っちゃいます。なので必ず母指、まあ、母指球よりもまずここですね、付け根から母指球の内側から入ってきて、親指がこう入ってきたら人差し指、ああこれねピアノだよ、どれもそうだよ、こう入ってください、はいはいはい、そうすると螺旋状にこう入ってくる、うん、だから足の使い方はこうです。おお、こういう感じ、はい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 、でこれを守ればもう前傾角度は崩れないです、うん、いやすごいね、はい、それもね、そうです、それが守れる、前傾角度を崩れる人は中指から折ってった人が前傾角度、うん、親指から蹴ってったらバンキングできるんで、こういう感じです、ね、ドレミファソラシ、もうね、はい、こんなこと言うのね小池博士だけだね、もうね、もう本当にそろそろ姉ちゃんお願いしますこれ名付けて何ですか、これ名付けて、え、名付けて何ですか、名付けて、うん、ドレミファ、はい、ピアノ打法、ドレミファソ打法、ドレミファソラシド、ドレミファソで前傾が崩れない、はい、これメモってほしいですね、こう行きました、はい、そして、うん、こう入って、ここで今母指球から巻いたんで、母指球から来てこれドです、ドレ、レミファソ、その間がドレミファソです、はぁ、感覚はね、すごいよこれ、でもさこういきます、うん、ここからドレミ、ドレミ、これなんで小池博士登録者1000万人じゃないんだろうねそんな人いないからゴルフ、はい、そんな人いない、いや すごいよ、今日は分かりやすく、あの難しいこと言わないです、いやいや本当は難しくないですもん、骨のこととか言いながら言おうと思ったんだけど、うん、そんなこと言ってみんな分かんないから、あ確かにね、そう骨じゃなくて、うんうん、親指からドレミファソです、はい、ドレミファです、いやそれでもここまで詳しく言ってくれる人、はい、見たことないもん、こういった時は母指球の内側にいるけど、うん、ほとんど指を緩んでる感じ、うん、この時グッてやっちゃうと、うん、体の回転を妨げます、だから少し緩まして、はいはい、逆に緩ましといて、はい、かかとに来ました、うん、はい、ここでちょうど母指球から、はい、内側ドレミ、だからドレミはこのぐらいしかないですよ、はい、でもその短い期間、あの時間だけど、時間、あのちゃんと順番だけをあるよね、まあ、そう速度で言えばドレミはそぐらいだろうけど、うドレミ、ドレミ、ドレミ、そうそう、ドレミ、まあ、あんまり遅いところありえないんだけど、ドレミで今イメージはこうやってやってるけど、うん、実際はちゃんと、はい、バンクしてます、ドラミちゃんじゃダメなんだよ、ダメです、ドレミちゃんだ、だから体がもう固まっちゃった、いやいや今喋ってたね、今ね小池博士は今日は6時間レッスンしてきましたので固まってますけど、でもうわすごい、やっぱり足を意識するだけで触れるもんね、体固まってるけど触れるもんね、体が全然触れないけど、まあ今のスイングはちょっとあんまり、いやでもね、いいです、7番で、はい、7番183、そんな打たないですけど、ドレミ、この右足の膝を内側に回旋すれば、うん、ドレミってなります、うん、トントントン、これさ、はい、やっぱりさ振っちゃうとドレミファソって速くなるじゃん、はい、家でさこう指を意識しながらこうやってゆっくりドレミファソっていいね、最初はドレミってこうやってください、うん、家で指見ながらね、やっぱアマチュアの人でどうしてもこうなっちゃう人いるじゃん、これミだね、そう今のがミ、ミです、ミです、ミだけで、ひどい人は腰がこっち流れる人は、うんうん、ドレミファソ、あソからソから入る人もうドカッと思います、ソからドに行くね今のね、そうそれは逆だね、逆と必ず、うん、ドから入ってミドレミってくれば必ずインサイドからこう入ってます、ドからソへので今のだったらもうまた上がってないです、なるほど、はい、ドが入れば要するに前傾めっちゃその前傾ばかりにしてると動かなくなるじゃん、そうです、それがまず意識はで結局ゴルフって足からですね、そうです、そうすると今の見てもらっても、まあ、スローの後でやったら腰がやっぱり前出ない、うん、このままこうですね、
いやこれはね、だいたいね、俺趣味で他のゴルフ YouTube で俺もうまくなろうとしてんだけど、はい、結局小池先生以外はうまくなれない。そんなことはないだろ。いや本当。あ、今日はねドレミファソ打法で、これはドレミ打法です。ドレミ打法、ドレミで言ってください。そっからいかない、いかない、ミもダメ、ソドダメ、ソもソドもダメだし、ミドもダメだし、ドレミだけ、ドレミ、ドレミ、ドレミ。あ、これね、次のちょっと僕のレッスンもやってみてください。ちょっとね、あの雰囲気 似た感じでつなげていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日も、最後までご視聴ありがとうございました。いやよかったらチャンネル登録と、高評価、高評価お願いします。よろしくお願いします。いや俺も真似しよう、ドレミやろう。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。